乗車ありがとうございます。この列車は自動車の動力源として広く使われる内燃機関。鉄道でもディーゼルエンジンで走る機動車がローカル線から大都市まで広く活躍している。一方で模型やおもちゃの動力としては電気モーターこそ主流だが、エンジンが使われているのは見ない。プラレールに蒸気機関が乗せられるのであれば、内燃機関は小型の装置、例えばプラレールに搭載できるのだろうか。実は、趣味のエンジンカーや模型飛行機用として、日本でも複数のメーカーで小型エンジンが生産されている。エンジンの自作は難易度が高すぎるため、既製品の小型エンジンを入手して動かしてみる。ということで入手したのがこちら、コックス049である。国産ではなく米国製なのだが、他の模型エンジンと比較して小さく、構造がシンプルであり、プラレールと比較してもこのサイズ感。数十年前、まだ今ほど強力なモーターがなかった時代、模型飛行機用として活躍し量産されたため、日本でも中古品は比較的入手しやすいのもいいところである。コックス049は2ストロークのグローエンジンである。2ストロークエンジンといえば、昔の自動車に使われ、二輪車や芝刈り機では多く現役のシンプルな構造のエンジンである。ピストンの前後には空気に燃料が程よく混ざった混合気がすでに入っている。ピストンが左に動くと混合気位置が圧縮されると同時に、混合気2のある空間が広がった分、外の空気が取り込まれ、キャブレターにより混合気が新しく作られる。混合気1は最も圧縮されたところで爆発し、ピストンが右に押し出される。並行して混合気2は軽く圧縮される。そしてピストンが最も右に来る付近で、ピストン横の隙間から混合気2が左側へ移動し、入れ替わりに先ほどの爆発でできた排気ガスは排気口から外に捨てられる。これにより、ピストンの前後が爆発前の混合気で満たされた最初の状態に戻るのである。このように、燃料と空気を取り込んで爆発させ、排気する工程をピストンだけで実現してしまうのだ。また、エンジンの動力源となるのは燃料の爆発だが、ガソリンエンジンでは爆発に電気火花を、ディーゼルエンジンでは燃料の自然発火を使う。グローエンジンはその中間的な存在であり、スタート時には電熱線の加熱が必要だが、一度動けば燃焼熱により、電源なしで動かすことができる。燃料は、グローエンジン専用のものを使用した。燃料用アルコールに、燃焼を促進するニトロメタンや潤滑油などが配合されている。燃料タンクも一体なので、部品を外付けせずこれ単体で使えるのも魅力的である。それでは起動してみよう。排気口から少し燃料を加えておく。単一電池2本をグローヘッドに接続する。出力軸を回転させ、始動させる。回転自体には成功したが、課題も見つかった。最大の問題は、音の大きさである。映像ではわかりづらいが、耳が痛くなるほど音がうるさく、室内では気軽に動かせないものであった。仕方がないので実験は屋外でやることにし、プラレールへの搭載を試みたが、苦戦することとなる。とりあえず、エンジンの動力をギアで減速し、動輪を回す構造の車体を作った。しかし、この車体はエンジンの始動に紐を使おうとしたものの、一回回そうとするごとに、エンジンの開封を伴う紐の巻き直しが必要であり、始動できなかった。そこで、エンジンの回転軸が表に出た構造とし、エンジンを始動しやすくした。
この後も数回の改良と実験を行ったが、致命的な問題が見つかった。エンジン始動時の映像だが、車体が折れ、ギアが抜けて、始動用のホイールまで空回りしている。パーツを回収すると、軸に固定したホイールの穴が溶けて広がり、同じ軸に取り付けたウォームギアも、隣のギアとの接触部が溶けて中央が縮んでしまった。1万 RPM 以上の高回転と強力なトルク、つまり有り余るパワーにパーツが負けてしまったのである。さらに、高速なピストンの上下による振動が大きく、衝撃で車体が折れてしまったらしい。つまり、ギアに少なくともプラスチックは使えず、車体もかなり頑丈に作る必要がある。これを踏まえて、車体にプラスチックを使わず、金属製のギアを組み込んだ車両を製作した。しかし、この車両もエンジンの始動がうまくいかなかった。原因ははっきり特定できなかったが、起動実験後にアルミのウォームギアが少し削れていたため、エンジンの加速度と振動によるギアの衝突で、回転に大きな抵抗が加わったのかもしれない。つまり、模型用の小さなギア自体が、コックスエンジンと相性が悪かったようである。仕方なく、車輪への動力伝達は諦めて、プロペラを使う戦略に変更した。モーターの場合でも、このようにプラレール台車にプロペラをつけたモーターと電池を乗せるだけで、簡単に風力で進む車両を作れる。エンジンでもできるのでは?という考えである。余談だが、以前作った浮上式リニアのレールを使えば、リニアモーターなしで磁気浮上プラレールも作れる。最初に作った車両がこちら。コックスエンジン付属の大きなプロペラは乗らないため、小さなプロペラに変えたが、そのままだと軽すぎて回転の勢いがつかず、起動が困難なため、慣性モーメント、つまり回転で感じる重量を合わせるべく、ワッシャーとナットで作ったフライホイールを追加した。ハンダ付けが甘いと回転のパワーで剥がされてしまうため、簡単な部品も作るのに結構気を使う。エンジンの軸受けに合う鍋ネジとナットは、キュージス規格の M3 である。これを使って起動実験をしたところ、速度に耐えきれず、プロペラの羽が折れてしまった。羽が吹っ飛ぶ危険を想定し、安全メガネをかけ、回転中横から見ないようにしていたのと、折れた羽も大して飛ばなかったが、プロペラを使った工作をされる方は、ぜひ注意してほしい。プロペラ機の改良版を作った。プロペラは、より頑丈そうなものに交換した。先ほどの木製車体だと、車体全体が振動して、レールを走行できるか怪しかったので、今回は台車の上に鉄製の金具を取り付け、車体の重量を稼いだ。車輪の摩擦を極力減らすため、車体は製品のコンテナ車を有用。しかし、プラが振動でダメージを受ける不安があるため、スポンジを薄く切り、車体に固定した金具とエンジン台の間に挟み、ネジの位置を工夫して、振動吸収構造を作った。モーターで試した限り、そこそこ振動を吸収してくれそうである。スポンジの上は、100円ショップの材木と木ネジで、エンジンを固定しただけである。エンジンを一度分解して整備し、実験開始。短距離での実験だったが、走行に成功した。一応、なんとかエンジンを搭載できたことになるが、今まで説明した通り、様々な困難があった。模型用エンジンの用途として、このようにエンジンより十分大きく、安定した機材の動力がメインであり、エンジン本体と近いサイズの車両に乗せるには、ハイパワーすぎたように思う。
ではもっと小さいエンジンはないのかというと、量産品ではおそらく、コックス010が最小クラスだが、これも同じく高回転なエンジンであり、圧倒的に小さくもないことから、同じく苦労しそうである。率直に言えば、エンジンは小型低出力の模型に向いていないのである。なかなか無理のある計画だったが、模型エンジンの世界を知ることができ、エンジンの特性についていろいろ分かった点で、楽しい工作だったと思う。プラレール搭載は少し危険も伴うためおすすめできないが、興味があれば、模型エンジンに挑戦してみてはいかがだろうか？最後に、全く別の方向性のエンジンプラレールを紹介する。内燃機関の種類の一つに、パルスジェットエンジンがある。パルスジェットエンジンは、混合気の燃焼と、燃焼ガスの収縮の繰り返しにより、気流を生み出すタイプのエンジンだが、燃焼と空気の取り込みを交互に繰り返す点で、ピストンを使ったレシプロエンジンと、意外に近い仕組みのエンジンである。ジェットエンジンと聞くとハイパワーな航空機のエンジンを想像するが、蓋に穴の開いた瓶や空き缶を使った例が、ネット上でいくつか紹介されていた。しかし、内部で燃料を燃やすため、瓶だと温度差で割れて最悪、燃焼中のアルコールが飛散しかねない。それでは危険すぎるため、空き缶を採用したが、空き缶では特に、周りを冷やさないと燃焼が持続しないため、外側をカバーする少し大きい空き缶に、少量の水を入れた、水冷のパルスジェットエンジンになった。これを木材に斜めに取り付け、台車に固定すれば、パルスジェット駆動プラレールが完成する。簡単そうに説明したが、これはこれで危険もあるため、対策を紹介する。まず、走行中に車両が横転すると、燃えている燃料が飛び出す危険があるため、台車に足をつけて絶対転覆しないようにし、伏線の内側を走らせることで、カーブでの転倒を特に対策した。また、不発に見えても、たまに中で燃料が燃えている場合があったので、十分な消火確認が必要である。こちらもグローエンジンとは別の意味で危険が多いため、真似するのはおすすめしないが、十分な火災対策をした上で、走行実験を行う。燃焼は長くても十数秒だが、レールの周回はできた。大型バイクのような低音だが、意外に静かで、音量だけで見れば、家でできるレベルである。ただ、火災の心配はあるので、本来ならやめておくか、十分注意して屋外で実験したいところではある。この車両は、コックスエンジン搭載を諦めかけた時の代替策として作ったものだが、どちらも一定の成果が出たので、おまけとして加えることにした。